次は おはようございます皆さん。髪が寝起き。おはよう。勉強で徹夜してしまった。えらい。勉強で徹夜。ありがとう、見てくれて。それで、すごい、朝の5時なのにこんないっぱいコメント来て、みんな今必死に星投げてくれてる。神、眠すぎるだって。それな。でも皆さんがもうみんなで一緒に生きてます、この時間。私も勉強で徹夜ですわよ。えらっ。皆さんぜひ星とカウントよろしくお願いします。星カウント出ます。テクニカルコース配信楽しみすぎて寝れませんでした。やばいやばい。今日は長いですよ。ちゃんと仮眠してくださいね。大ちゃん朝から美しい。ありえんありえんありえん。もうだいちゃん元気なのかって。めっちゃ元気です。めっちゃ元気すぎる。待って、カラオケになってる。なんでミスった。ありがとうございます。いや、眠いですね。でもみんな同じ。いや、ルーム少ないって。じゃあみんな星集めの大変ですね。やっとイベント折り返し来たね。だってマジ？そろそろ疲れピークでは。だっていや、ピークはねもう超えました。疲れのピーク超えました。だってもう今日は、明日明後日、私明日も休みだと思ってたけど、全然お話し会だった。明日明後日お話し会、そしたらもう8月になって 1,2,3 3日だけでしょ。やばいね。って感じなので、もうね、お話し会中にしていいよ。だってウケる。いやでも明日とかは3時間できると思う。うん、言うて。もう7月終わるの考えられない。だってね、
フライングゲート僕は額先に君の気持ち今すぐ手に入れようか。フライングゲート何か言われる前に心の内ビビーと感じるままに誰でいても微笑み飾って君は僕に恋を送る。お話し会とかいつか参加してみたいな。え、待ってます、いつでも待ってますよ。突然びっくりしたんだが、だっていやなんか違うんです、なんか寝起きで歌ってみたらどうかなって思った。そしたら別に面白くなかった寝起きで歌ってみたらどうかなって思ったらおもろくなかった。喉は終わってます。でも喉使う仕事ないんで、今日から人前で歌うとかないんで、明日明後日もお話し会で、主任さんも別に人前で歌ったりしないから大丈夫。お話し会結構喉使うのでは、使うけど人前で歌ったりしないから、もうしばらくお話し会は絶対喉がおかしくなるのでそうしょうがないんです。だってさ5時間かな私5部だから。だって5時間もさずっと喋ってたらさ、そりゃおかしくなりますよ声が疲れますよ喉。うん、そう、だからしょうがないんです。でも楽しいからいいんです。うん、ごめんだっていやいや謝んないで。楽しきりゃ OK、 マジで本当そう、楽しもう人生。今楽しいです。だってえ5時8分え、ありがとう、楽しんでもらえて嬉しいわ。今日の配信スケジュールブラック企業みたいだね。だってそうです、パワハラしてます。この前初めておだいりちゃんの話し会参加した一瞬だったけどめっちゃ楽しかったんだって。え、嬉しい、ありがとう、また待ってます。でもさっき地震ありましたよね。え、てか待って、なかなかやばい、髪が。でもアイロンとかもいいやって思っちゃったんだよね。ねえ、もうなんかアイロンとかしなくていいやって思っちゃったんだよ。あと眠すぎて、うん、なんか自分の心臓かなと思ったんですよ。でも検索したら地震って検索したら地震だって言ってる方が結構いたから、地震だやっぱって思った。
や、めっちゃちっちゃい地震ですよ。もう、まあ、朝ごはん食べた人います？私の予想ではいない。3人ぐらい、3人。今ウエスハースみたいなの食べてる。お、どうする朝ごはん？あ、今食べてる、一人。まだだって、ゼリー食べた。でもまだ朝ごはんだからそれ。今もう、まあ、なんか食べた人は3人いるね。ジュース飲みました。ヤクルト1000飲みました。夜ご飯食べてる。時差、今起きた。さすがに食べてない。夜食取ろうと思ったら朝になった。朝ごはん食べない。カルパス脱水症状になるね。水飲むんだ。え、じゃあ本当にガチ食べた人3人、やば、当たり屋だ。私予想当たり屋。なかなか寝起きで食べれないよね。え、食べれない、食べれない。なんか無理、朝寝起きは。なんか私はいつも、最近、前までは朝ごはんは絶対食べるタイプだったんですよ。でも最近は朝食べる時間があるならもうちょっと寝たいって思う方が大きくなった。うん、朝からカレーとかラーメンとかいける人、まあいけんだけど、いけます全然。ね、なんか睡眠、なんか私食欲がね、欲、この欲の中で一番、食欲が一番でっかいと思ってた自分の中で。でもやっぱ寝ることが一番大事だったと思った。やっぱ寝る、睡眠欲大事よ。食欲より睡眠の方が好きなんだって思った。うん、いっぱい仕事してるのにゆりちゃん比較的元気ですごい。だって、いや、でも昨日ヘアメイクの時間が2時間あったんですけど、寝てました。床で寝てた昨日。床で壁向いて寝てました。で、ずっとあくびが止まらなかった。コンビニおにぎり食べ比べ配信してほしい。やりたい、やりたいけどさ、私コンビニのおにぎり食べるのすごい難しいんですよね。難しくないですか、コンビニのおにぎり食べるの。
私でもあの高いおにぎりしか買わないんであのなんて言うんだろう、豪華なおにぎりしか買わなくて、あのパリッパリの海苔で三角で包まれてるおにぎりじゃなくて、なんか丸とかイクラが全部に乗ってるみたいな、サーモン乗ってるみたいな、そうなんか豪華なおにぎりしか買わなくて、そう、だからたまに三角のおにぎり食べると、食べなんかもうやばい、食べれない、ボロボロ落ちる。まずこうやって三角のところのこのシールこうやって剥がしたら海苔も一緒に剥がれる。これむずいな。だって海苔さ、こうやって三角とかこうやって海苔剥がしてさ、こうやって取ってさ、こうやって横に引っ張るとき海苔もついてっちゃうくない？これ海苔もついてっちゃって、あーってなって、でここをこうしてこう食べる。高いやつしか買わないのよ。なんか理由あんのだって、うん、なんか美味しそう、なんかパッケージが美味しそう、なんかうなぎみたいな、なんか習字の筆で書いたみたいな、うなぎみたいな、そういう字とか。そういうのがいいんです。この配車25分までね。昨日高いおにぎりの新発売の焼肉のやつ食べたけどめっちゃ美味しかったって。食べたい。焼肉のおにぎりって焼肉の概念どこ？焼肉冷めた焼肉ってこと？焼肉って肉焼いてれば全部焼肉なんかな？タレが大事。昨日唐揚げくん食べました。何味でしょう？当ててみてください。正解一人もいない。あ、いた、一人、二人。正解はレモンです。なんかさっぱり系が良かった。
唐揚げくんそんなバリエーションあるのかって、めっちゃあるよ、なんか5個ぐらいあったバリエーション。女性人気ナンバーワン、マジ？今シーズンのドラマなんか見てたりしますか？見てない、ドラママジで見ない、見ないね。うち25分までで、次は7時10分、次は15分配信か多分。うん、次は15分配信ですね。15分配信だと何ができる、2週とカウントとかかな。うん、何ですか皆さん、何時に、次は何時に起きるってきた。次はちょい待ちこ、ね、みんな次はね6時15分に星集めって書いてある、星90集めって書いてある。楽しい一日ありがとうだって、いや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 、もう本当付き合ってくれてありがとうございます皆さん。じゃあそろそろ、お3週終わった、ありがとう。じゃあみんな、じゃあお礼言いましょう、じゃない、間違えた、おランキング、おランキングいきたいと思います。いきます。13位ピロ、12位トシ、11位 NC マックス、10位ひとくまさとる、9位鉄板22、8位マカジアとおだし、7位みやちゃん、6位くまてぃ、5位はぎはぎあとももちゃん大好き、4位まあとおだし、3位ひのと、2位くるりん、そして1位はみほー、ありがとうございます。ね、次は7時10分の配信となりますので、皆さんぜひよろしくお願いします。また後で。ご飯食べるだって、食べてね。 Have a nice day。 行ってくれず仕事頑張れ、二度寝しますって。じゃあ6時15分にまたよろしく。配信は7時10分からってことで、バーイ。のし